はい、大須三丁目にあります魚安商店からお伝えします。廣中さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは愛知県産のマダイの価格見ていきましょう。先週と比べて100円安くなりました、うん、もう一つ見ていきましょうか。千葉県産の金目鯛、こちらも先週と比べて100円安くなっています。これはどうしてでしょうか。そうですね、ここのところは天候も良かったですし、水揚げも順調で価格も下がったと思いますけどね、はい。うん、今日ここに出ている魚というのは昨日一昨日、そうですね、に漁に出て競りで取ってきたものということなんですけれども、はい、確かに昨日一昨日は穏やかな天気でしたもんね。ただ明日以降心配なのが台風の影響ということで、早速も影響が出ているそうですね。1時間ぐらい前に浜からちょっとお電話入りまして、うん、やっぱり今日水揚げもすごく少なくて、うん、ちょっとやっぱりタイとかも明日は値段が上がってしまうっていう電話は入ってますね。もうすでに今日の段階で魚が少ない。そうですね。そうですか。そうなると価格っていうのはどうなってきそうですか。やっぱり水揚げが少ないんで値段も上がってきますし、まあ、今週木金もかなり魚は少ないと思いますね。木金も少ない、はい、どのぐらい価格ってそうすると上がってくるものですか。やっぱりキロで1000円とかはすぐ少なければ上がってしまいますし、はい、そうですか。いつぐらいには魚価格戻ってきますかね。そうですね、来週の頭か中頃には戻るとは思うんですけどね。今週はやっぱりちょっと台風の影響次第というところですね。以上、大須価格調査隊でした。